はい、カットのポイント、こだわりはどこでしょうか。ポイントはですね、はい、ちょっとこう、まあ、ボブ、ミディアムボブぐらいなんですけど、ちょっとまあ、重ためも飽きてきた感じなので、少しトップにレイヤーを、たっぷり入れて、ちょっとこうウルフまではいかないんですけど、まあ、ちょっと軽さのある、レイヤーボブというか軽さを作ってみました。今日はドライカットからスタートして、それがレイヤーを入れたっていうところ。そうですね、量感調節して、レイヤー入れ直してっていう感じですかね。もともとのアームスタイルは どのようなカットがされてたんでしょうか。重めなボブ、はい、重めボブから量感でちょっとこうレイヤーを多く見せるというか、あくまでも入れすぎずっていう感じですかね。入れすぎずのバランスってどういうふうに考えていくか。やっぱり顔周りが軽く感じれば、レイヤーも割と入ってる感じがするので、まあ、顔周りの似合わせですかね。